こんばんは。そう、あのね、マイブーム、アザラシ。少年アシベ知ってる？名前は聞いたこと、あ、知ってる？思ってるのと違うかもしれない、わかんない。名前は知ってる、とりあえず。ごまちゃん、あれだよね、わかるわかる、わかりますよね、知ってる。そう、今ゴマフアザラシの赤ちゃん、ゴマフアザラシなのかな、可愛いアザラシの赤ちゃんって 何アザラシの赤ちゃんなんだろう、の赤ちゃんにハマってます、アザラシの。あとは何が、なんか水族館が好きなんですけど、私すごい水族館って楽しいじゃないですか。で、水族館が好きなんですけど、何が好きかなと、マンタ好きです。ゴマフアザラシじゃん、なんかさ、白いモフモフのアザラシの赤ちゃんってさ、ゴマフアザラシですか？この間のおすすめ曲のメール良かった。ああ、良かったです。ありがとうございます。めっちゃし厳選しました。海遊館ってことないな。チュラミは何回か。だからジンベエザメは見たことある。でも、もうあんまり記憶がない。なんか、チュラミ水族館かな。ってなんかカードが置いてあって、なんか海、なんか水族館の中のことが書いてあるカード、なんかこれぐらいの紙があって、それを集めるのが好きで、なんかそれを楽しみにしてました。好きな曲の好みが合いそう、やったそうなんです。なんかあの公演曲のやつってなんか LINE ミュージックとかで聴けないんですよ。だからプレイリストに入れれなくて、あと公演曲は結構好きな曲が多くて、なんか多分入れたらほとんど公演曲になっちゃうぐらい好きなんですよね。制服の目公演で好きなのは、まずユニットは全部好きなんですけどユニットが全部好きなんですけど、まあ、オオカミとプライドはやっぱりずっと好きな曲で、あと何が、何どれも好きなんですよね。だからなんか書いたら多分止まらなくなるから、最初あのフェスティバル公演も入れるのや迷ってたんですけど、 SK フェスティバル公演は入れたのはどうしてもあの曲が入れたかったからですあと、そう、逆上がり公演も迷ったんですけど入れました。